皆さんこんにちは、第一産業です。何度かお知らせしているものづくり補助金ですが、予示締め切り分になり内容が変更追加になっています。今回はその変更追加点をお知らせします。大まかな内容としては、特別枠の変更、グローバル展開型の追加になります。ものづくり補助金概要については以前の動画をご覧ください。画面上または動画説明欄にリンクがあります。では概要版公募要領一般型グローバル展開型予示締め切り分 PDF 資料をもとに変更点をお知らせします。 PDF のリンクは動画説明欄をご覧ください。まずはこちらの01、補助率2分の1から累計 A 3分の2、累計 B 累計 C 4分の3になりました。累計 A がサプライチェーンの既存への対応、累計 B が非対面型ビジネスモデルへの転換、累計 C がテレワーク環境の整備となります。次に04ですが、事業再開枠50万円の上乗せが可能になりました。事業再開枠では消毒、マスク、間仕切りなどの感染防止対策費が対象です。また特別枠では広告宣伝、販売促進費も対象となりました。そして今回グローバル展開型が創設になりました。補助率は中小企業者2分の1、小規模事業者3分の2、補助金の上限額が3000万円となります。こちらは公募要領一般型グローバル展開型予示締め切り分に記載があります。累計1が海外直接投資型、累計2が海外市場開拓型、累計3がインバウンド市場開拓型、累計4が海外事業者との共同事業型となります。グローバル展開型では海外旅費も対象となります。今回の公募開始は8月4日火曜日、申請受付は9月1日火曜日17時から11月26日木曜日の17時までとなります。申請が複雑になっている部分があり、書類に不備があると通るはずだったものが通らなくなってしまうケースがあります。そこで弊社では補助金申請を代行してくれるコンサルティング会社をご紹介しています。その際にかかる費用の着手金の一部を弊社が負担してご紹介しておりますので、ぜひともご連絡ください。実績のある大手コンサルティング会社ですので安心してご利用いただけます。詳しい内容につきましては動画説明欄のリンクから入っていただき、資料をご確認ください。今回はものづくり補助金予示締め切り分変更点についてお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。